エネルギーへの要求は高まるばかりでとどまることはありません。幸いなことにソーラーエネルギーは世界中に広まっています。システムのブレインであるパワーコンディショナーは何年かかけて改善されてきました。それでもまだパワーコンディショナーはとても大きいものです。なぜ？それは電磁部品や放熱部品が進化の妨げになっているからです。これは15年前の重いテレビが大きなガラス管を使っていたようなものです。しかし薄型スクリーン技術が登場し、状況は様変わりしました。パワーコンディショナーはこの種の革命が必要です。だから私たちは HD ウェーブ技術を開発したのです。既存のパワーコンディショナーとは違い、HD ウェーブ技術は高解像度の電磁波を作る先進的なデジタルプロセッシングを使っています。これらのパワーコンディショナーはより少ない電磁部品、より少ない放熱部品、より小さく軽量、そして今やより効率的で信頼性のあるものとなりました。薄型スクリーンがテレビを変えたように、HD ウェーブ技術が新世代のパワコンを作り、今まで以上にソーラーエネルギーがもっと発展しうるものになるでしょう。